どうも松本です。広島の龍二です。あー、いかつい。ロケット鉛筆まだ使ってます。わー、かわいい文字書きそう。ハンピレーです。うわっしょい、よろしくお願いします。ということで、はい、はい、今日はですね、おー、あいにくすぎるやろこれ。そう、いや、めちゃくちゃ雨強いけど。やば。学生さんをご飯で得る部活飯ということで、いいね。広島県は東広島市にやってまいりました。はいはいはい。まあね、東広島市といえば、うん、あの広島大学がある町でございますんで、ね、学生街でもあるわけですね。そうです、そうです。はい、はい、で、そこに、まあ、うん、学生さんはもう大喜びするような、うん、グルメがあるということなので、はい、はい、ちょっとこっちにあるんで行ってみましょうかね、うん、行きましょう。はい、すごい通る車が、ね、水しぶきが、あー来た来た、危ない、危ないです。いや、水芝、あ、また来た来た来た。もういいですよ。いい、話が進まんから。あ、あったあったあった、お好み焼きや。お好みハウスしずまさんでございます。しずまさん、いいですね。はい、行きましょうかね。どんなお好みがあるのか、はい、楽しみでございます。こんにちは。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。あ、大きな鉄板が。いらっしゃいませ。すごい。このお店、あの学生さんが喜ぶメニューがある、はい、ということなんですけども。そうなんです。ほうほうほう。どういったメニューなんですか、ね、お好み言いましたら、普通こう生地をこう聞いてですね、はい、まあこう私の手は大きいんですが、一盛り置いてひっくり返せないですか。キャベツ、はいはい、キャベツ、はい、一盛りですね。一盛りじゃないんです、うちは。波でも多いんです。ここで完食せんでもいいんです、はあはあ、食べるだけも半分ぐらい食べて、はい、半分を持って帰って、まあ自分が食べてもいいし、まあ、家族の人が食べてもらう。シェアできるんですか。 それぐらい大きいってこと。そうです。さらにはですね、はいはい、さらにここに大盛り湯があるんです。大盛り、大盛り、はいはい、その波じゃ物足りんかったらですね、はい、大盛り湯の挑戦できるんです。完食できるところで、はい、こうお客さんが見てますよ、はい、ストップかけてもらうんです。お客さんによっては、はい、一つ入れたらもうストップに染まれば、はいはいはい、富士山ぐらいになる人もおるんです。そこまでいっちゃうんですか。そこまで。でも、はい、ちょっと食べれるんだろうと思うんですけど。何玉分ぐらいなんですか、富士山って言ったら。富士山だったら2、3玉ありますね。すごいね。てか、並盛りのお好み焼きのキャベツは何玉ぐらいなんですか。今日は5枚ですとか、はい、今日は大きいですとかになりますから。そうか。何玉とは言えないです。そうか。なるほど。お父さんの握った感覚で、そうです手大きいですよ。大きいですよね。この値段にキャベツが大盛りになってもその値段です。なるほど。追加料金ゼロ。追加料金なし。キャベツはだからもう、どんどんいけるんだ。そう、好きなだけでいいよ、食べれる量だけねっていう。いやいやいや、挑戦してみるか。じゃあ、いや、まあせっかくじゃけね、大盛りで、ね、大盛り焼きますね。はい、大盛りをまずは生地、ね、これは普通に、これはですね、広島のこの生地の上に軽く、まあ、キャベツを乗せて、はいはいはい、こうひっくり返して蒸すじゃないですか、はい、そうですね、はい、うちはあのキャベツが多いから蒸せないから、はい、生地は生地で、うん、出来上がったら取っとくんです。あ、避ける避ける。え、これがまあポイントですね。ちょっと作り方違うね。そうね、もう違う。広島風って意味じゃないですか。はい、まあ、重ね焼きみたいなことです。広島は広島でも、はい、しずま風です。しずま風出た。目の前でやっぱ焼いてくれるといいね。いいですね、はい、やっぱりね。出た。すごい。いいえ、いいえ、いいえ、いいえ。これもう始まってます。始まってます。まだ待ってくださいね。波なったら行きますから。え、え、まだ波じゃない。え、一応これが波ですからね。これが、ちょ、いや、想像以上。これが波です。いや、お父さん、あの、はい、感覚おかしい。これで物足りん人に、あの大盛りを。なるほど。大盛り、ちょっと。いきますよ。どんくらいいくのよ。龍二の、龍二のあれよ。俺のさじ加減だ。そう、さじ加減。これはですね、大盛りは完食ですから。はい。はい、行きます。はい、ストップ。早い、早い。早い、小食すぎるやん。波でも多いだろ。もうせっかく大盛りなんじゃん。ください、ください。冗談、冗談。いやいや、早いじゃん、早いって。ストップかけてたんですよ。ストップさせる気ないでしょ、これ。ストップ、もうええやん。もうええ、お父さん勘弁して、はい、これもう富士山みたいになってるやん。いやいや、マジで。いや、ほんでこれをどう焼くんかっていう。そうっすよ、だってそこに乗っけるわけじゃないでしょ、はい、これをどうすんの、こっから。これはですね、はい、繰り返せんじゃないですか。ああ持ってこの上でこう、ひたすら。すごい。豪快。焼くんです、焦げないように。ああ今日は大田口ですね、はい、二つに分けました。あ、なるほど。なるほど。そしたら、あの、やりやすいように。早く焼きました。はいはいはい。他のお客さんもいませんから。すごい、もう。キャベツがもうバン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 。今誰もいないから。もうパッと見4人前や。いや、ほんまよ。お父さん、これ一般のお好み焼きだと何人前ぐらいになりますかね。そうですね、あの一般のお好み焼きですね。すごい。
これぐらいですかね。いや、ほんなもう2人前、8人前ぐらい。8人前。キャベツのいい香りがしてきて、お父さん。ね。はい。すごい、なんかもう、蒸されてるやん、お父さん。一緒にね。うん。いや、じゃあこれは本当に部活飯。ね。はい。ね、学生が喜ぶわ。柔道部とか。おお。何部とかいう人がこう体の大きい人が、はいはいはい、何人か来てから顎に座ってですね、はい、大盛りで食べます。すごい。その子たちは食べきるんですか？あの食べきれん。いや絶対無理や。うそ、現役の柔道部で食べきれん。美味しそうな色になってきて、はい、じゃあうまそう。飴色になってきたよ、はい、え、なんすかお父さん、天かす？天かすですね。ちょっとちょっとちょっと、いやいや、すごいんだけど。知ってる工程じゃないんですよ。結構炒めてからの蕎麦投入っていう感じ。蕎麦はですね、ちょっと味付けしたらですね、あ、もうソースかけて、美味しいです、これ味付けしたら。お、赤いのなんすか？ケチャップです。あ、ケチャップ、はい、それケチャップとソース。そうです、そうです、ケチャップとソース。あれは2つ、大盛りは、はい、バランスをよくすると、本当は3つ入れた方がいいんですが、まあ3つ入れるとあんまりにも入れすぎると。本来ならこの卵の上にこういくんやね。そうです、そう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 、こうやってひっくり返してね。そうそうそう、そうなんです。そうやけど、行かれんから。そうです、行かれんからどうすんの、お父さん。あー、いいわ、ニンニクの。あ、先に卵の上にそば行っちゃって、はい、あ、乗っけちゃう。はい、そうですね。そしてすごいね、しずま焼き、これすごいな。青のり、ね、はいはい、うわ、うまそう。これ完成です。やだー、マッシュ完成。すごい、すごい、でかいよ。わかります、この大きさ。よし、甘い、うまい。あ、キャベツね、うん、キャベツが甘すぎる、これ。甘すぎる。お父さん、キャベツがめちゃくちゃ甘いよ。キャベツが主役のお好み焼き。うんうんうん、ありがとうございます。ありそうでないなかったね、これぐらいのバランスのやつ、ね、これ天かすもあんだけ入れてたから、うん、すぐにくどいんかなと思うけど、うん、全然ヘルシーね。へぇ、ほんで、ね、生地がどこ行ったかわからん。あ、大抵のお客さんがですね、はい、キャベツがうまいですねって言うと、あんまあんなに飴色になるキャベツ、ね、お好み焼き屋さんで見ないですからね。これがキャベツの煮具合がちょっと違うんですね、うん、確かに色としてもやっぱり、はい、半透明ぐらいが、そうそう、はい、よく見る感じですよね、はい、これはもうしっかり焼いてますから、はい、はでも、まちゃん、はい、無理やん、これ早いな。早すぎるわ。今日は特別にお腹いっぱいになったらシェアしてもらっていいですか？あら、優しい。優しいな。優しいけど。お父さんね、俺ね、このロケのこと忘れてね、昼にね、牛丼の特盛り食ってたんですよ。バカじゃん、言ってる。あ、その人バカだ。ごめんなさい、本当に。嘘でしょ。いや、ほんまに、やっちゃった。で、うん、残すのもね、申し訳ないんで。申し訳ないですね、お父さん。じゃあ今回はですね、ちょっと申し訳ないんですけど、こういうことも想定して、そうそうそう、広島吉本の1年目の芸人も連れてきて、ちょっとみんなでシェアして食べても、はい、あ、どうぞどうぞ。あ、すみません。あ、じゃあ、はい、1年目の芸人さん。よかったよかった。よかったね。よかった。はい、ありがとうございます。腹減らしとるもんな。よかった。あ、というわけでございますんで、ね、じゃあちょっと分けてもらっていいですかね。なんかキャベツがやっぱ多いけ、うん、罪悪感ないっすね。食べきりました。すごい。ボリューム。いやだ、結局ね、我々と若手の芸人と2人と、あとスタッフさん2人お呼びして6人で、はい、食べきることやっと食べれました。もう大満足でございます。ありがとうございました。素晴らしい。いや、いや、もう味もね、うん、めちゃくちゃうまかったんで、うん、まあ、ぜひ、まあ、並盛りでまずは皆さん、そうね、並盛りから行った方がいい、本当にね、チャレンジいただけたらなと思います。はい、はい、というわけで、はい、広島からの、部活飯ですね、はい、はこちら、お好み焼き、しずまさんのお好み焼きでした。ありがとうございました。ありがとうございました。うまわっしょい、はい。